八バスの車両を2代目現行車両。四谷並木橋付近にて、奇襲点となる、東海大学八王子病院のパートラッピングを施している八バスは、東京都八王子市が運行するコミュニティバス。正式名称は、八王子市地域循環バスで、八バスは愛称。八王子市では、八王子市地域循環バス、八バスと交渉している。 2003年3月21日運行開始。同日より最初の北西部コースが開業し、現在は4つのルートが運行されている。全ルートで西東京バス奈良原営業所に運行を委託している。高齢者や障害者、妊婦など、交通弱者の外出支援を目的として、八王子が主体となって、市内の交通空白地帯を中心に市民の気軽な足となる、 公共輸送システムとして運行している。八王子市内には、戦前から高尾自動車や京王電気軌道のバス路線があり、古くからバス路線網が発達してきた。戦後も西東京バスや京王帝都が多くのバス路線を運行してきた。しかし近年は、バス路線の再編により、減便や路線廃止が進み、また広大な面積を持つ八王子市では、 路線バスが市内全域をカバーするのは難しく、一般路線バスが入れない、京和色などに交通空白地帯が存在していた。市内でも高齢化が進展し、交通弱者対策としての公共交通が新たに求められたため、八王子市は市内の交通空白地帯にコミュニティバスの運行を決定した。運行準備の過程で八王子市は 地域循環バスの愛称とシンボルマークを、司法、広報八王子2003年1月15日号で公募。愛称151通、シンボルマーク76通の応募の中から、愛称は、8バスに、シンボルマークは、8のイラストに決定したことが、広報八王子2003年3月1日号で発表された。いずれも、市内在住の女性の作品である。 愛称とシンボルマークは、地域循環バスの車両や専用バス停留所などに使用される。京王線北野駅など、東武ルート周辺の既存バス路線は、京王バス南大沢営業所の営業エリアであるが、8バスでは全路線を一括して、西東京バス奈良原営業所に運行を委託し、専用車両や乗務員などの管理を一元化している。 運行経費の一部を八王子市が補助しているため、車体に沿線企業や病院などのラッピング広告を掲載し、運行経費の圧縮を図っている。2011年12月10日から2012年1月9日まで、八王子駅周辺コースの設置検討に向けて、中心市街地循環バスとして、実証運行が行われた。運行委託先事業者は、西東京バスではなく、 京王バス南、南大沢営業所であった。この実証実験運行の結果、八王子駅周辺コースは実現に至らなかった。八バス乗客100万人突破のヘッドマークをつけて運行中の車両年中無休で運行されている。運賃は5払い制である。1ドアの車両を使用しており、IC カードリーダーはドア付近と運賃箱の2カ所に設置されている。 交通系、IC カードを利用する際は、乗車時に、ドア付近、降車時には、運賃箱と2階カードをタッチする。2018年11月27日現在、運賃制度の変遷2003年3月21日の開業時は、大人、小人ともに、全線100円均一運賃であった。未就学時は無料。東京都シルバーパスは、当初から利用できる。 バス共通カードは利用できなかった。2011年1月27日の西南部コース運行開始時より、運賃が大人初乗り100円、上限200円の大距離制に改定された。小学生は半額、未就学時は無料。また、運賃半額となる障害者割引機が導入された。西南部コース運行開始に伴い新型車両が導入され運賃箱を更新。 これにより同日から交通系 IC カードに対応し、パスもスイカが利用可能となった。また同日より、西東京バスの回数券も利用できるようになった。2013年3月23日からは、交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応した。8バス専用の停留所、ポールバチのシンボルマークが描かれている以下の4コースが運行されている。 2003年3月21日運行開始。8バスで最初に運行開始した路線。北の根東停留所を起点に、西八王子駅、八王子市役所、北八王子駅を結び、東海大学八王子病院を終点とする往復路線。運行開始当初は、北八王子駅へは乗り入れていなかったが、2011年1月27日の、 西南部コース運行開始と同時に北西部コースで経路変更し、東京天使病院、清川団地、北八王子駅方面へそれぞれ延伸して乗り入れ開始した。運行時刻は9時から19時頃まで、1日の往復を運行。所要時間は約2時間、運行間隔は2時間10分であった。所要時間が長く遅延が状態化していたため、 2018年12月15日の路線再編により北部コースと西部コースに分割され廃止となった。8バスの現行車両2種八王子駅前にて、8バスの初代車両、松枝住宅にて、白地に8バスのろこと8のシンボルマークをあしらった専用カラーの小型車で運行される。8のシンボルマーク、8バス専用のバス停留所ポールにも描かれている。なお、 西東京バスで初代ポンチョを導入したのは、8バスとハムラコミュニティバス、ハムランのみである。8バスはムランで4台ずつ、合計8台の初代ポンチョを導入したが、2003年から2004年にかけて導入された8バス用の4台と2005年式のハムラン用の4台は、シャバンの数字部分が同一となっていた。ありがとうございます。